マミムメモさやかです。全国の HB ファンの皆様お待たせいたしました。 HB の絆クエストを今からやろうと思います。メンバーはまあ帰るのもめんどくさいのもありこの3人です。はい。最近君と僕がどんな風に言われているか知っていますか？え？バンダム司令の後を継ぐのは僕たちのどちらかだなんて言われてるんですよ。気のせいじゃない？僕は負けませんからね。いや、多分どっから絶対にトップになってブレイドをもっと現代的な組織に作り変えてみせますから。あ、 HB の夢ってそういうことなの？いやー、私は全然こう目指してもないですし、そんな立場に自分がなるとも思ってもないし、そんな噂も聞いたことがないですね。譲るつもりはないと挑戦を受ける、そういったものには興味がないという。待って、挑発したってさ、 HB 喜ぶだけだもん。どうなんだろう、喜ぶかな。わあ、ここあえて乗るか。譲るつもりはないわ。それでこそ僕のライバル、頂点に上り詰めるのはどちらが先か、今から楽しみですね。全然。とにかくこれからも二人でいかなる任務をもパーフェクトに解決していきましょう。いや、基本的には好きじゃない、嫌いじゃないんですけど、なんでしょうねこれ。このなんかこう、なんか言われたらこうとりあえず否定したくなるこの感じは。恐怖の暴虐法。ノポン。なんでしょうねこのキャラクターは。面白いですね。嫌い、おい知ってるか。嫌いでもないし好きでもないんですけど、好きか嫌いかと言われれば嫌いですね。なんだろう、しかもその嫌いっていうのもなんでしょうね、なんかこう愛を持って嫌いっていうみたいな。わかりますかこの微妙な感じ。クララ、あ、なんかイベントだ。HB さん、どこにいるんですもん。エリートの HB さん。エリート、ようやく見つけましたよ。エレオノーラから話は聞いています。あなたが僕を訪ねてきたノポン人ですね。え、もしかしてあなたが HB さんですもん。恐ろしい話ですね。君たち異星人にまで僕の名は轟いているのですか？はい、 IQ200 の超エリートだとみんな言っておりましたもん。腕前も一流で、どんな牽制生物もバッタバッタと倒すすごい男だとも聞いたな。その噂に偽りなしですね。僕のパートナーが保証しますよ。ナギ先輩が冷たい目で見てる。ちょっと待って、今の間にもないっぱい突っ込みたいことがあったんだけど、声かぶるからあんまり喋らないようにしてるんですけど、とりあえずあのバイアス人の女の人がなんかこう犬っぽい顔してたなっていうのがね、ちょっとね気になりましたね。その通りだという、そうでもないという、どうしよう、ここはちょっと HB を気持ちよくさせる選択肢でいきましょうかね。このあまりの際にやっかむ人が多い中、君みたいな素直な人は珍しいですよ。どうやったらそんなに自信満々に生きていけられるんだろう。幸せそう。頼み事であれば何でも聞いて差し上げますよ。おー、エレオノーラさんの言ってた通りですもん。 HB という人を適当におだてればどんな難しいお仕事もやってくれると。ストップだな。せっかくいい気分になってるんだから余計なことは言っちゃダメ。ちょっとそういうネタバレしたらあかん。どうしましたか？あ、聞いてなかったよかったよかった、セーフセーフ。なんでもありませんもん。それよりエリートの HB さんにしか頼めないお仕事があるんですもん。最近ノポン人たちを襲い続けている凶悪なバイアス人がいるんですもん。あら、岩窟の一族の中でも暴虐王
ゲルボボンゴと呼ばれてる悪名高いやつだな。うん、いかにもな名前ですね。ついこの間も行商に出たキャラバンが襲われ、その場で全員丸焼きに。あらら。このままだとロポンチンたちはみんなあいつに食べられてしまうのですもん。食べられる？それはひどい。一刻も早く退治してしまわねばなりませんね。だけどあいつも食べられそうになってたのか。どこにアジトがあるかすらわからないんですもん。こそこそ隠れて弱い者いじめ、卑怯者の岩窟の一族らしいやり方だな。それでそういう情報はパスファインダーのあなた方が詳しいと聞いてきましたですもん。なるほどね。そうですね、僕たちはブレイドの目と耳、あらゆるミラの情報に精通しているのです。すぐにフロンティアネットにアクセスしてみます。それらしい反応がありましたね。すごいな、仲間と探し回っても全然見つからなかったのに。あんたたち一体どんな魔法を使ったんだ。すごいねフロンティアネットって。僕たちがデータプローブを数多く打ち込んできた成果でしょう。この程度の情報なら一発でした。さあ、あとはこいつを倒すだけですね。そこまでやってくれるんですの？そういう戦うお仕事はアバランチのお仕事だとお聞きしましたもん。他の人間などに任せておけませんよ。僕たちだけで最後までやってしまいましょう。私を見ないでください。いいですね、これは僕たちの力を示す良い機会ですよ。いやいいっすアバランチの仕事を奪っていいのかと尋ねる HB の意見に賛同する。いいでしょう、やりましょう。さすが君は分かってる。それでこそ僕が認めた人間ですよ。ブレイドの中にはユニオンの縦割り仕事に固執する古臭い人間もいますからね。君がそういった種類の人間でなくて本当に嬉しいですよ。もう腹の中ではドス黒いですからね私。暴虐王の討伐行きましょう。僕たちのやり方が正しいことを示すのです。いやいいっすなんでいいっすって言いたくなっちゃうんだろうこの人面白い。なんだっけ、何を言いかけたんだっけ途中忘れちゃったな。なんか言いかけたんですけど、まあ思い出したら言いますね。なんだろうこれ。あっ、ノコンが食べられた後っていうこと。これノコンの骨ってこんなんなんだ。で、毛の部分は食べられなかったの。うわー、この子話しかけられないけどこの子食べられる寸前。それとも死んじゃったの。へえ、どういうこと。待って、これよく見たらめっちゃノコン倒れてる。へえ。誰か助けても、もう逆王はまだ腹ペコ。ドドンがキャラバンを襲いに。うわっ、うわドドンが暴虐の警告ないですね一人も助けられなかったか。マジか。急ぎましょう、ドドンがキャラバンへ。え、なんか入りか、彼らのようなか弱き命を奪われてなるものですか。そうですね。 HB の怒りに同情する。熱くなっている HB にその理由を聞く。あ、聞きたい。どうして。僕だっていつも誰一人として犠牲なんか出したくはないですよ。うん、ただ現実にはそうはいかない。だから心を凍らせて判断するしかない。だけど今は君しかいないからいけないですね。ドドンがキャラバンへ向かった暴虐王を追う間にいつもの僕に戻ります。それでいつも通りパーフェクトに任務を片付けるとしましょう。なんか茶化してごめん私も茶化してごめん。なんかさ
なんかすごい入り方がいつものさエリートのさ雰囲気だったからさ、私笑っていいクイズだと思ってたんですけど、なんかあれなんですね、エリートにはエリートのやり方があるんですね。やり方っていうかなんでしょうね。まあでもなんか、あら、あ、忘却じゃないか、あの立つところか、ドドンガって。こちらになりますも、ちょっとちゃんと周りの景色見れなかったな。ゲルボボンゴ、これからキャラバンを襲おうとしているようですね。はいはい、準備はできていますか。一気に仕留めますよ。ちょっとあのドールに乗っちゃった、ま、ドールの練習しろって言われたらあれなんですけども、行きますわよ。よろしくって、よろしくって、あとは射撃だ、避けられないので俺に使う。なんで一味死んでんの。ちょっとみんなボロボロじゃないですか。しっかりしてくださいよ。ありがとうございます。よし、こいつ倒したらあとはいけるっしょ。あ、しまった。あ、エナミー消えたね。あー、どうしよう、使うか。サイド、サイド、サイド、サイド。あれ？あ、こっちですか。はい。ヒールだと？信じみたバイアス人の身体能力、まさかここまでのものとは。一番最初に死んでたね。君が隣にいなければ、この僕であっても勝てはしなかったでしょう。せやな、感謝しますよ。さあプララさんに報告に行きましょう。すごい、なんか冷静になろうと努力している姿が見えますけれども、あの私セリカ結構低いん、レベルじゃないん、死ぬのが結構早いなと思ってたんですけれども、ペラペラというか、あでもセリカはね女の子だからね全然私は許してたんですけれども、 HP なんでそんなに死んじゃうんだろう。これ適正確か30レベル2レベルだったんですよ。で今31でしょ、そんなに低くはないと思うんですけれども。でね、HP すぐ死んじゃうからさ、盾役のくせにデコイショット入れたいんですよ、エリートデコイショット。こんな感じですね、今。まあ、ちょっとシールドバトラー系使えないからさ、あっ
全部覚えてる、全部覚えてるっていうか全部埋まってる。これイリーナさんタイプだったらさ、あ、なんか操ってどうとかっていうのあるのかな。あれはイリーナさんだけなのかな。あれすごい強いよね。あ、間違えた、話しかけたかったのに。グロースじゃない、バイアスの人に。暴虐王はどうなりましたも。早くあいつを倒してノポン人たちが安心して暮らせるようにしてほしいのですも。もうあのような下劣なものに怯えて暮らす必要はありません。ありませんも。奴は僕たちが葬り去りました。本当ですも。わーい、嬉しいですも。すごいですも。HB さんは本当にエリートですも。天才ですも。私なんかちょっと複雑です。こんな風に喜んでもらえると理屈抜きでこっちも嬉しくなりますね。いえ、なんか複雑です。その通りだと頷く。 HB らしくない受け取り方だと突っ込む。なるほど、突っ込みましょう。失礼ですね。僕だって戦う理由はみんなと同じ、この笑顔を守りたいから戦っているんです。ただ今のままのブレイドの組織では非効率すぎて多くの人々を救えない、うん、だから僕がブレイド司令になってより多くを救えるような合理的な組織に変えたいって思ってるんです。うん、なんかHBならできそう。君は数少ない僕の同志なんだから、少しはこの夢の実現に協力してくださいね。うん、なんかできそうな気がしてきた私。いや、バンタム仕入れが悪いって言ってるんじゃないんですけれども。次のクエ絆クエストはブレードタワー付近で発生。お、ついにバンダム司令に乗り込む。これアトミックバッシュだって。さあ絆グラムを見てみましょう。あ、間違えた。HB どの辺あ、確か次4だった気がするんですよね。お、関係する人物が増えてる。確かプララじゃない、ソランだけだったのか。2だったよね。ノリ先輩いけるんじゃない、次、次の絆クエスト。あ、セリカもいけそうじゃん。アクセラも意外と絆稼いでるんですね。イエウルブは全然使ってない。ダートさんも使ってないな。この人好きって言っときながら全然使ってないですね。こんな感じですかね。ハードレス一切上がってないし。え、なんか久々にクエストボード見たんですけど、オルフェ人のクエストがすごい来てるんですよ。これって昨日、昨日じゃない、前回あげたクエストをクリアしたから人が増えたっていうことなのかな。そういえばこれ来てるっぽいから見てみよう。あ、見てみようっていうか、これそうだ、経験値入るんだったけど、こっちが嬉しいから見ちゃう。これなんだろう。ああ、コレクションアイテムか。ひー、ちょっとこれ預けるのやめようかな。